では内装ドアトリムから見ていきます。ウィンドウスイッチパネル周り、まあ、この辺は綺麗な状態かなですね。で、スタックプレート周り、フロアマット等もまあまあ綺麗な状態で、この車ですね、運転席のシートがちょっと、こんな感じでリペアが入っているような感じですね。純正のレカロシートです。助手席の方は特に、まあ何か気になるところはないかな。でステアリングなんかも比較的綺麗な状態、多少の、まあ、こういったところのすれはありますけども、ほぼ気になるようなレベルではないかなと思います。で、ダッシュボード上なんかは結構綺麗な状態ですね。こんな感じになっております。シフトブーツなんかも綺麗ですね。こんな感じです。まあ特にこの点はそんなに気になるような感じのところはないですかね。エンジンかけてみましょう。純正のナビですね、装着されてます。まあ、エンジンのかかりなんか全然問題なくて、まあ、吹き上がりも問題ないですね。よいしょ。で、リアシート、まあ、ドアトリム周り綺麗ですね。でリアのシートも特に気になるような感じのところはないかな。ここはトランク、よいしょ。あ、バックカメラついてます。で、トランクの方はまあ、多少ちょっと汚れているようなところはありますけど、まあ、トリム類の欠品とかは特にないですね。こんな感じでスペアタイヤ、ジャッキ工具とかも揃っております。そして、助手席、あ、助手席じゃない、左リアのドア、こちらも特に気になるようなところはないかな。こんな感じですね。最後に助手席です。ですね、こんな感じです。まあ内装は運転席のシートぐらいですかね、まあ、ちょっと補修してありますけれども、まあ、座ってしまえばほとんど気にならないかなといった感じです。以上、内装でした。